られた。それで新幹線の中でも柄悪いです。タクシー乗り場、大阪に着きました。吉田がいない。こういう長い棒が欲しいな。自撮り棒。これ以上だってアップアップアップになっちゃう。もしもし。あれ。よし、ついに吉田の借りた車に登場しました。なんだなこれ。なんだこれ、すごいな。これは日行くとこ分かってんの？分かってないです。ナビついてないのこれ？ついてるついてる。今ホームセンター行こうかなと思って。ちょっとあんだちょっと上村さんから電話かかってきちゃったから。上村さんで。なんで上村さんって？いや、上得意です。意味ねえじゃんこれ。この人と関係ないんだろ？関係ないです。なんだろう今の朝から。あれ、なんかありました？明日になっちゃいますね。明日じゃ遅いですもんね。はい、申し訳ないです。すいません。くーこんなお見舞いの花持ってけねえよ。え？お見舞いの花。これどうやってコーナー？ちょっと待ってこれ。わかんないよこれ。おにし挟む。漢字がわかんないもんだって。ん？何が？そうそう。いや動画はじゃない。完璧。何やからわからんねえよ。ほら。っていうかさ、行き先わかってないの？俺もついたばっかなんですよ。俺もついたばっかなんで。普通にこれ Google でナビやったもんが早いなこれ。なんでそんな少年みたいな頭してるの？これ店先で切ってもらってんですよ。あんまり髪型がひどいから店先で切ってもらってる。誰に？いや、美容室の知り合いの人に。わざわざ来てくれんの？来てくる。たまたま来たとかで、うん、ハサミ持ってきてますよとか言って。花ハサミ？お願いしますよって。結構なんかかけそば食いてえな。あ、朝食食ってないんですか？その先に左方向です。お前食ったの？もしかして。俺あのおにぎり2個は食いましたけど。ああ、おにぎり2個は食ったよ俺も。右方向です。右方向です。その先。右方向です。右方向うるせえな、うん、これうるせえんだよこれ。俺はだってうんともそんとも言わなかったからこれうるせえようにしちゃったんだよ。あ、何このナビって何？お前の携帯が鳴ってんの？そうですよ。あのこの車のナビはどうしたの？使ってねえ。めんどくせえですね。あ、そうなんだ。漢字がわかんないから使ってねえ。漢字読めねえの？あ、大阪だから漢字違うのか。その先、目的地は右側です。大阪にあの、あれを持って、アレルギーを持ってるから。大阪アレルギーなの？大阪嫌です。なんかあったっけ大阪？いや、ないですけど。てかさ、なんか大阪の人たちすげえ運転荒いけど、お前の運転の方があれじゃん。あんま変わんねえ。あ、そう。いや、もっとひでえような気がするけど。まだ慣れてないんですよ、大阪に。慣れてない。いや、慣れた感じで走ってる。全然慣れてない。これなんだこれ、ゲートとかあるの？都市部だから、こういうことになってるの。ここ来る時の新幹線から見てた風景すごかったな。どうなってたんですか？田園風景。ああ。足立区ぐらいと変わんないですよね。泊まれるか、みんなホームセンター行くね、朝からないね。これホームセンターだけの駐車場じゃねえんだろう。なんかいろいろ駐車場ですか？
中ここ多分右に行ったとこにあったやん空いてたとこいや結構向こうの方だったけど本当ですか、うん、俺の千里眼は大したもんだから全然ねえ全然ねあれなかった俺の千里眼ダメだった大体適当なこと言ってんのは知ってんですよその辺相手の俺右側相手じゃんほらほらほらあいつらじゃないかしなほらあいつら結果超悪くだから結構向こうだよあそこも空いてんの角なあまあいいけどほらこれやたら攻めるのか攻めよまずは頭から見ろいや同じだろうな結果